彩りオフサイ。まずはですね、出演者の紹介をお一人ずつしていきたいと思います。左から順番にいきたいと思います。はい、ではまずは雪成小夏さんです。お願いします。はい、そして続きまして丸山真也さんです。お願いします。はい、画面が変わります。続きまして石丸椎名さん、はい、よろしくお願いします。そして芝野亮さんです。よろしくお願いします。はい、ということで3回目となりました。1回目と2回目配信して非常に多くの方に好評いただいておりまして、3回目よろしくお願いいたします。はい、頑張ります。そして、ここでですね、オフザからちょっとお知らせがございまして、まずは皆さんにちょっとご案内をしていきたいなと思うんですけども、はいはい、まずオフザですね、コーヒーが新しくなりました。おさらに美味しくなったということで、今ちょっとこちらにご用意しておりますので、ちょっとね飲んでいただこうかなと思います。なんかすごい飲みやすい。飲みやすい、うん、あんまり苦くもなくて普通に飲みやすいですね。うん、今回豆から挽いてその場ですぐ入れてるので、結構新鮮なフルーティーな感じというか、うん、あとコクがしっかりしてるような感じがします。あとディナーの方でお通しを出すようになりまして、そうですね、あのお酒を頼まれた方にお通しを出させていただきますので、そちらもぜひお楽しみください。お願いいたします。彩り話よはい、ということでございまして、はい、こちらですね、出演者の皆様でその日のお題について自由にお話をしていただくという、まあ、シンプルなコーナーでございます。ということで、はい、今回はですね、アメリカで大ヒットしたドラマ、はい、海外ドラマですね、グリーについて皆さんでお話をしていただきたいと思っております。はい、なんか一番思い入れがありそうやっぱり椎名さん、なんか結構大好きですね。そうですね、私グリーは、ワウワウで最初やっててそれで見てたんですけど、途中で終わってしまって、うん、私は続きが気になると思って、うん、ネットフリックスに入って、ネットフリックスでずっとグリーシーズン6ぐらい、6まであるんですけど、それで1話が45分ぐらいで完結するんですけど、うん、もうとにかくもう面白いというか、うん、高校生があそこまでできる歌えるっていうのはもう夢なんですけど、うん、でもなんか本当にね楽しい、見てて楽しいし、一番最初のグリー合唱部に入ったメンバーがこうどんどん成長して大学行って、で、うん、いざブロードウェイの舞台に出れるっていう、なんかそこまで全部が見れるっていうのは本当に素晴らしいものだなと思って、私はとにかく大好きですね。大好きだよね。めっちゃ楽しいよね。楽しい。なんかもうシーズン1から始まってシーズン6までみんな雰囲気も変わるしさ、なんとなくだけ歌声もやっぱ変わってるしさ、うんうん、なんかすごい成長も見れるっていう感じがしていいですね。やっぱ曲も知れるというか、そうグリーで知った曲が結構ある。はい、ある。確かに、うん、なんか素晴らしいですね。シーズン1の話なんですけれども、はいはいはい、その地区大会の時にその最後 その学校がショーをする時にレイチェルが一人で Don't Rain On My Parade 合ってる、うんうん、Don't Rain On My Parade 歌って、最後のところでバーってみんなが出てきて一列に並ぶ瞬間、かっこよくないですかかっこいいです。ずらって並ぶでみんなで歌い出すっていうのがかっこいいなと思って、うん、っいいもうそれやりたいやりたい言ってました ね、 やっぱあのメンバーの中に自分もいるみたいな感覚で見ちゃって、だから本気でフィンにイライラしたりとか、わかるわかる、マジで何言ってんのとか思いながら見ちゃって、でなんか感動するときはもうめちゃくちゃ泣いちゃうしっていう感じで、本当に感情移入しながらなんか自然と楽しめますよね。いや本当に、いやいいですよね。深夜はね大体入り込んじゃうんだもんね。大体入り込んじゃう、なりきっちゃうんだよね。なりきっちゃう、はい、でも全部通して結局地区大会とか全国大会のみんなでそこまで頑張って積み重ねてみんなでやるショーが私は結構大好きです。いいっすね、はい、来ました。そうなんかどの世代でも楽しめるというか、曲聴いてるだけでも、うん、多分普通にね上から、ね、年配の方から若い子たちまですごい好きになれる、うんうんうん、僕テンション上げるときとかグリーンのなんかミックスにかけて朝学校行ったりとかしてました。あーやりましたしゃあ行くぞってわかるわかるわかる、おすすめなんでよかったらやってみてください。もう今楽しいね俺たち俺たちめちゃくちゃ楽しい、めちゃめちゃ楽しい、再生しちゃってて、あの丸山くんのねニヤニヤがもうすごい急にですか。では皆様そろそろお別れでございます。皆さんの週末が彩り豊かになりますように。
それでは皆さん、さようなら。